タンバーは、アメリカ海軍の潜水艦、タンバー級潜水艦の一番艦、艦名はスペイン語で、打楽器を意味し、タンバリンを連想する、牛の下類、太鼓を連想する、フグカ、発音機関を持つ、ニベカなど、各地で足したような魚を指す。牛の下方アイドソールフグカ、白金フグニベカ、ブラックドラムタンバーは百三十九年一月十六日、 コネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港され、12月20日、ルシア・エリスの手で浸水。1940年6月3日、ジョン・エム・マーフィージュニア少佐の指揮下収益する。ニューロンドンでの一連の準備の後に、訓練公開のためコロンに向かった。途中、ニューヨーク、ワシントン DC、ノースカロライナ州、モアヘッド、ヒューストンを訪問した。コロンでの訓練を終えた後、 タンバーは、北リーのポーツマス海軍造船所に戻り、爆雷に関する研究調査に従事、爆雷の有効性や攻撃を受けた際の対処法を調査した。調査後、1941年5月にタンバーは、トーマス・ W ・ウィザース少将を率いる太平洋艦隊潜水艦部隊に配属された。11月19日、タンバーは、平時紹介のためウェイク島近海に向かった。 紹介中の12月8日に真珠湾攻撃があり、紹介は戦時体制に切り替えられた。12月10日にはウェイク島の戦いで艦砲射撃を行う日本艦隊からの先行も発見した。しかし、エンジンの不調があり、紹介は打ち切られた。12月23日、タンバーは35日間の行動を終えて、真珠湾に帰島 メアアイランド海軍造船所に開港され修理を受け、1942年3月に真珠湾に戻ってきた。3月15日、タンバーは2回目の紹介でマーシャル諸島及びラバウル方面に向かった。3月27日にはエニウェトク干渉を偵察。タンバーはこの紹介で9回もの攻撃機会があった。4月16日にはカビエン近海で、 タンカーと思われる船に向けて魚雷2本を発射。うち1本が命中し7000トンのタンカーを撃沈したと判断されたが、実際には特設給料船北見丸を撃沈。人途中の5月5日には、マキンを偵察した。5月12日、タンバーは58日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。報告では、マーフィー少佐が魚雷に関する不平を並べ立てた。 ミッドウェイ海戦で炎上する従順洋艦、ミクマ、タンバーの存在はミクマ喪失の原因となった。5月21日、タンバーは第7 1一任務部隊の一艦として出撃し、両艦6隻と共にミッドウェイ島近海の配備点に向かった。暗号解読で日本海軍がミッドウェイ島を攻略すべく進撃する。 可能性が大きくなったので、太平洋艦隊潜水艦部隊司令官ロバート・イーチ・イングリッシュ少将はこれを迎え撃つため、島から240キロ離れた海域に、島を囲むように潜水艦を配備して待ち伏せさせた。ミッドウェイ海戦当日の7時15分、イングリッシュ少将は指揮下のタンバーを含む、全潜水艦に先行して11時まで待機するよう命令を出した。待機後、 タンバーは浮上したが、間もなく日本機からの機銃走者を受けた。翌6月7日2時15分、タンバーは、ミッドウェイ島の北140キロの地点で4隻の大型艦を発見。タンバーは直ちに報告を打電した。これを受けて、第16任務部隊司令官、レーモンド・スプルーアンス少将は、山本は、まだミッドウェイに打撃を与えようとしていると判断し、第16任務部隊を精神させた。 タンバーが発見した4隻の大型艦は支援隊の第7戦隊であり、ミッドウェイ島砲撃の命を受けて前進中であったが、ミッドウェイ島まで距離があると判明したため転進をしようとしていたところであった。タンバーの打電から40分後、第7戦隊側もタンバーを発見し緊急回答を行ったが、その際に最上と三熊が衝突事故を起こした。栗田中将は、 鈴谷と熊野を連れて北西方に逃げ去り、残された斎場と三熊は駆逐艦に守られて西方に向かったが、三熊は関西機の空襲により沈没した。ところで、この紹介で、ここまで魚雷を一度も発射させていなかった。タンバーは、4時12分まで相手が、日本の軍艦であることに気づかず、気づいてからも潜水艦にとっては、絶好の目標である。 衝突で艦首が潰れ速力が出ない最上にすら攻撃しなかった。二日後、タンバーは偵察機を発見したので先行した。しかし、43メートルまで先行したところで、対戦爆弾2発がタンバーの資金で爆発。戦望鏡は2本とも破損し、電動機も損傷したため、タンバーはこれ以上の紹介を断念した。6月16日、 タンバーは16日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。艦長がステファン・ H ・アンブルスター少佐に変わった。7月24日、タンバーは3回目の紹介で、マーシャル諸島方面に向かった。8月7日、タンバーは、ウォッチ干渉ト,ートン水道出口で、特設捕獲猛艇書を含まるに、巨来一本を命中させて撃沈。その後、8月19日まで、 マーシャル海域で紹介した後、トラック諸島を港方,方面に移動するよう命令を受けた。タンバーは新しい紹介海域に向かう途中、カロリン諸島で紹介した。8月21日、タンバーはポンペイ島近海で特設旧探優船第六新マ丸と護衛艦を発見し、二つの目標に向けて魚雷三本を発射。うち日本が 第六神聖丸の中央部と船尾に命中し、第六神聖丸を撃沈した。9月1日には、トラック南方でタンカーを発見し、魚雷4本を発射。うち1本が命中刺激破したと判断された。これに加え、タンバーは、この紹介で2隻1万2000トンを撃沈しての、戦果を上げたと判断されたが、戦後の J ニックの調査でトン数は5800トンに削られた。 9月19日、タンバーは57日間の行動を終えて、フリーマントルに祈祷した。10月12日、タンバーは4回目の紹介で、インドシナ半島方面に向かった。檻からの魚雷不足により、この紹介では何本かの魚雷の代わりに機雷を搭載した。11月2日、タンバーは、トンキン湾と海南島間の海南海峡に機雷を敷設した。翌11月3日、タンバーは、 海南東北西岸で火脚船畜五丸を発見。まず魚雷三本を発射したが命中せず、30分後の二度目の雷撃で二本発射し、一本が畜五丸の中央部に命中。畜五丸は船尾から沈んでいった。11月6日には、ビシーフランスの国旗を掲げた火脚船に対し魚雷二本を発射したが、魚雷は途中で消えて命中しなかった。11月10日には、 ツール海で非武装のサンパンを発見し、乗組員を捕虜とした上で放火でサンパンを沈めた。この紹介では一石一万トンの戦火を上げたと判定された。11月21日、タンバーは38日間の行動を終えて、フリーマントルに寄稿、微宝が51口径5インチ砲に換装された。12月18日、タンバーは5回目の紹介で、済んだ海峡方面に向かった。 クラカタウとシャートウェイ島の間を紹介。12月30日、タンバーは千鳥型水雷艇と応募式艦艇を発見したものの、射程内に入ってこなかった。2日後の1943年1月1日にも、再び千鳥型水雷艇と応募式艦艇を発見し、魚雷を4本を発射。しかし魚雷は命中せず、逆に18発の爆雷を投下された。 タンバーは匠に反撃をかわして戦場を離脱した。1月28日、タンバーは46日間の行動を終えてフリーマントルに帰投した。2月18日、タンバーは6回目の紹介でフィリピン方面に向かった。この紹介ではマッカーサーのゲリラを支援するのが主任務であり、タンバーはチャールズ・パーソンズ少佐率いる部隊と7.62ミリ、 機銃弾5万発、45後継剣銃弾2万発、及び南ミンダナオで使う、通貨1万ドルを積んだ。これらの支援物資は、3月5日に、ミンダナオ島、バガディアン1の海岸に無事揚陸された。3月22日、タンバーワーポ島南西沖で2500トン級タンカーを発見し、魚雷3本を発射。7日後の3月29日にも5000トン級輸送船に、対して、 魚雷三本を発射したが、命中音は確認できたものの、損傷との判断にとどまった。4月14日、タンバーは55日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島。紹介館の改装で、環境全部にも20ミリ機銃が装備された。艦長が、ルッセル・キーフォーバー少佐に変わった。5月7日、タンバーは7回目の紹介で、インドシナ半島、マレー半島方面に向かった。 5月26日、タンバーは北緯17度19分統計116度20分、北緯17.317 17度統計116.333度、17.317、116.333 17の地点でタンカーを発見し、魚雷を3本発射したが命中しなかった。3日後の5月29日、タンバーは北緯17度30分統計110度55分、 北緯17.500度統計110.917度、17.500110.917の地点で輸送船 A 小丸を発見して、魚雷を3本発射。しかし命中しなかったので、数時間後に再度魚雷を3本発射。今度は2本が命中し、3回の爆発を確認。タンバーは別の目標に対しても、魚雷を3本発射したが命中しなかった。 沈みゆく英翔丸からは2隻の救命ボートが降ろされて乗組員は逃げていった。6月2日には北緯20度29分統計107度57分、北緯20.483度統計107.950度、20.48307.950地点で貨物船を6月7日には北緯20度23分統計107度47分、 北緯20.383度統計107.783度、20.383、107.783の地点で、海軍徴用船、第二伏見丸を発見し、魚雷を、それぞれ3本ずつ発射。最初の目標は撃破し、次の目標、すなわち、第二伏見。6月16日にもカムラン湾沖で、第398船団に加入中の、特設給油船第2個丸、第二個クラマル。 あるいはタンカー立候丸に対して最後に残った魚雷三本を発射したが命中しなかった。この紹介で公認された撃沈スコアは A 小丸だけだった。6月27日、タンバーは50日間の行動を終えてフリーマントルに帰投した。7月20日、タンバーは8回目の紹介で南シナ海に向かった論ク海峡を経由して紹介海域に向かう。 その間の27日、北緯19度57分、時計109度05分、北緯1 9 9五0度統計109.083度、1 9、19. 9五0 109.083の海、南東西岸平和覚醒法沖 23km 地点で、貨物船ミカド金丸が、前年11月2日に付設した機雷に触れて、沈没した。8月3日夕刻に、 北緯09度53分、統計117度37分、北緯9.883度統計117.617度、9.883、117.617の、パラワン島バイアホンダミ先北西沖で5隻の貨物船と護衛の水雷艇ハヤからなる、第916船団を発見。タンバーは、貨物船に向けて、魚雷を3本発射し、うち2つの命中音を聴取。 他の目標に向けた魚雷は命中しなかった。しかし、実際には、魚雷はすべて回避されていた。8月21日には、北緯15度32分統計115度34分、北緯15.533度統計115.567度、15.533115.567の地点で、護衛のない3隻のタンカーと5隻の中型輸送船からなる。 第316戦団を発見、タンバーは2隻の輸送船に向けて、魚雷を3本と2本発射したが命中せず、2度目の攻撃で魚雷2本をタンカーに向けて発射し、これは一つの爆発音が聞こえたものの、タンカーは損害を受けているようには思えなかった。日本側の記録は、陸軍船アスカマルが雷撃を受けたものの損害がなかったことを伝えている。翌8月22日、 タンバーは、北緯16度44分統計113度42分、北緯16.733度統計113.700度、16.733、113.700の地点で5隻の貨物船と2隻のタンカーからなる第416船団を発見し、海軍徴用タンカー局用丸に向けて、巨雷を5本発射。うち3本が中央部に命中したが、 全て不発であった。9月12日、タンバーは55日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。カリフォルニア州サンフランシスコに開港され、ベスレヘムスチールでオーバーホールに入った。作業は11月20日まで続けられ、その後12月15日に真珠湾に戻り、年内は訓練に従事した。1944年1月5日、タンバーは9回目の紹介で、 東、シナ海に向かった。1月22日、タンバーは、北緯27度00分統計136度16分、北緯27.000度統計136.267度、13 27.000136.267の地点で、駆逐艦を従えた、名取型形巡洋艦と思われる艦艇を発見したが、スコールでそれを見失った。 6日後の1月28日、タンバーは北進する旧隻の輸送船団を探知し、追跡した。翌1月29日2時ごろ、タンバーは浮上したまま魚雷を2本発射。魚雷は輸送船、シュニあスシマルに2本とも命中し、シュニあスシマルは、北緯27度50分統計128度48分、北緯27.833度統計128.800度、 27.83328.800の地点で沈没していった。一隻の護衛艦がタンバーめがけて突進し、タンバーは後部の20ミリ機銃で応戦。護衛艦の体当たりを阻止して追い払った後、輸送船団をさらに追跡しようとしたが、すでに去ってしまった後だった。2月2日、タンバーは非三十船団に属する二隻の船を発見し、追跡した。 翌2月3日の夜明け頃、タンバーは、北緯28度30分統計124度04分、北緯28.500度統計124.067度、28.500124.067の地点で戦団に対して攻撃を開始、まず応急タンカー五葉丸に向けて、魚雷を二本発射。魚雷は五丸の中央部に本とも命中し、五丸を、 航行不能に陥らせた。続いてタンカー有明丸と護衛の解剖艦佐渡に対して魚雷を2本ずつ発射。有明丸に向けた魚雷は命中し、有明丸は沈没。佐渡に向かった魚雷は命中せず、佐渡は4時18分頃から14時30分頃まで爆雷攻撃を行った。この爆雷攻撃でタンバーは80メートルの深度まで吹き飛ばされ、 通風が悪くなり一部浸水も見たが、海面に出た油門を見た佐渡が、激沈確実と判断して引き上げていったため、それ以上のダメージはなかった。高校不能の御用丸は、2月4日か5日頃に、公天で沈没した。10日後の2月12日、タンバーは、北緯27度44分、統計128度42分。 北緯27.733度統計128.700度、27.733128.700の徳之島近海で、ダモレイに戦断を発見。夜になって、浮上攻撃を行い、応急タンカーロンサンマルに対して、巨雷を3本発射。先行仕掛けたとき、1本がロンサンマルに命中し、撃沈したのを確認した。タンバーは、 この紹介で4隻18,400トンの戦火を上げ、目覚ましい成功を収めた。3月5日、タンバーは60日間の行動を終えて、真珠湾に祈祷した。1944年にタンバーの砲撃で、沈没寸前の日本の小型船、引用元のオーストラリア戦争記念館のキャプションでは、地用丸となっているが、砲撃による撃沈という状況は4月18日の、 第三進行丸、または11月16日の高木丸と整合し、シナ海という交戦地点は三隻のいずれとも合致しない。4月9日、タンバーは10回目の紹介で、マリアナ諸島方面に向かった。4月18日、タンバーは、ウェーク島北西北伊22度07分統計160度31分、北伊22.117度統計160.517度。 22.117160.517の地点で生野菜などの食料を積んだ250トンほどのトロール船を発見して砲撃。これは特設監視艇第三進行丸で沈黙後にタンバーから何人かの乗組員が乗り移り、日本船員7名を撃って二等航海士を捕虜とした。異常犯は備え付けの書類を押収して引き上げ、 第3進行丸はひどく傾いた状態のまま放置されて沈没した。5月10日夕方、タンバーは北緯19度27分統計140度00分、北緯19.450度統計140.000度、19.2450140.000 19. の伊央島西南西の海上で、駆逐艦朝薙、水雷邸、大鳥、 解剖艦及び苦戦艇に護衛され、裁判島に向かう第3503戦団を発見。タンバーは先行し、魚雷4本を発射。二つの爆発を聞いた。この攻撃で特設運送船喜びヨーマ丸が損傷したが、沈没には至らなかった。タンバーは深く先行して、第24号解剖艦からの50発の爆雷攻撃から逃れ、攻撃が止んでから浮上して、 追撃を行おうとした。しかし、水月がタンバーを発見して爆雷攻撃をしてきたので、タンバーは攻撃を断念してその海域を去った。5月26日、タンバーは北緯20度08分統計141度55分、北緯20.133度統計141.917度、20.133141.917の地点で、 特設給料戦地用丸に魚雷二本を命中させて撃沈した。6月2日、タンバーは54日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島、艦長がウィリアム・ J ・ジルマー賞前少佐に変わった。7月16日、タンバーは11回目の紹介で、千島列島方面に向かった。7月28日未明、タンバーは、 北緯40度40分統計142度36分、北緯40.667度統計142.600度、40.667142.600の地点で小型貨物船かトロール船に向けて魚雷3本発射し、3つの爆発音が聞こえた。しかし、その結果は濃霧のため確認できなかった。8月13日、タンバーは、 北48度35分、東計149度08分、北48.583度、東計149.133度、48.583、149.133の地点で輸送船東映丸を発見し、浮上したまま攻撃し20分で撃沈。タンバーは、東映丸が救命ボートを下ろした後に沈んでいく姿を撮影した。タンバーは、きっと、 ミッドウェイ島に寄港。8月23日、タンバーは47日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。10月6日、タンバーは12回目の紹介で、日本近海に向かった。10月15日未明、タンバーは、北緯29度43分統計143度09分、北緯29.717度統計143.150度、 29.71743.150の地点において、レーダーで3つの目標を探知し、魚雷4本を発射。1つの爆発音を聞いた後、タンバーは先行、護衛艦から26発の爆雷を投下されたが、タンバーに損害はなかった。4日後の10月19日、タンバーは北緯34度26分と計139度52分。 北緯34.433度統計139.867度3 4 4 3 3十3 9 8 6 7の地点でレーダーで探知した護衛艦に対して巨雷4本を発射。二つの爆発が確認されたが、それは沈没を意味するものではなかった。その後、タンバーは11月8日に一旦裁判島に寄港し、第101潜水軍指揮官。 トーマス B ・クラークリング大佐の指揮下、他の潜水艦と共にウルフパックバーと S ・ブルームズを編成して、11月10日から日本の南方洋上に配置されている特設艦指定軍を蹴散らす作戦に従事した。11月16日深夜、タンバーは一隻の艦指定に対して、巨雷を3本発射したが、命中しなかった。十五分後にも三本発射したが、結果は同じだったので、 不上方戦で撃沈することに決めた。監視艇は反撃し、タンバーの乗組員の一部は負傷した。しかし、30分後には勝負は決し、北緯30度00分統計139度30分、北緯30.000度統計139.500度、30.000139.500 30. の地点で、監視艇は沈み始めた。タンバーは、 監視艇の2名の乗組員を海中から引き上げて捕虜とした。この監視艇は高城丸であり、前日にソーリーに魚雷を発射されたが回避していた。11月18日、タンバーは駆逐艦グレーソンと会合し、捕虜と負傷した乗組員を移送した。11月30日、タンバーは55日間の行動を終えて真珠湾に帰島これが、 タンバーの最後の紹介となった帰国の途に着いたタンバーは真珠湾を出港し12月10日にサンフランシスコに到着した拡張オーバーホールの後1945年3月9日にピュージェット湾に向かうピュージェット湾に到着するとタンバーは海軍第6航空団の偵察機と共に訓練活動に入る戦争終了後の9月17日に 西海岸を出港し、ポーツマス海軍造船所に向かう。タンバーは、ポーツマスで12月10日に予備役となる。1947年4月、タンバーは海軍第9管区の予備役訓練艦に指定され、西岸州でトロイトの海軍予備役訓練センターに移動する。同所で1959年まで予備役訓練艦の任務につき、1959年9月1日に、 除籍され、12月5日にスクラップとして売却された。タンバーは、第二次世界大戦の戦考で11個の従軍聖賞を受賞した。主として、太平洋で、対日本の通商破壊戦に従事し、タンバーの活躍した期間はほぼ、太平洋戦争の期間と、ほぼ一致する。戦後のゼニック調査で2500トンに削減。この船舶は、ひさしとゴという字が読み取れるが、 真ん中の字が読み取れない。シルバーサイズ。ソーリー。トリガー。バーフィッシュスターレット。ロンクイル。ありがとうございます。